聞いてきました。昭和ですね、ほぼ。でも聞いた感じだと昭和よりいいです。昭和のすごくいい昭和が10枚入ってるって思っていいんじゃないでしょうか。やっぱAV 系でしたね。 AV にさらになんかテレビかまた同じような AV をこう混ぜたようなのにさらにノイズを入れてるような感じの曲が永遠と続くって感じですね。で急にバーンって終わるみたいな、まあいつものゲロゲリですね。昭和のああいう系のやつです。最初は最初の方にゲロゲリで出てたでっかい箱にカセットいっぱい入っててこうガチャガチャ振れば音鳴るよってああいうタイプのやつかと思ったんですけど、やっぱ違かったですね。そういうタイプのやつではなかったんで、まあそこは良かったのかなって感じですね。最悪届いた時に、いや届いた時にっていうかもう届かないんじゃないかすら思ったんですよね。その来なかったんで、まあその場合はその届かねえなってなって、やべえ1万2000いくら損したんじゃねえの俺っていう心臓のドキドキが、その不安な演奏の曲なんじゃないかなぐらいまで想定したんですけど、そんなことはなかったですね。まあ、とにかく不安な演奏1万2000いくらって結構高いんですけど、買ってもありだと思いますね。てか買った方がいいっすね。なんかまだ普通に出回ってるし、俺どっちかって言ったら大都会とかなんかああいうやつ聞きたいんですけど、どこにあるんですかね。なんかどこにもないし、あれ聞きてえのだよな。でもあれいいっすね、2016年のなんだっけ、あれ燃えない灰から結構なんか立て続けにゲロゲリが CD やらなんやら出してるんで、暇しなくていいですね。金がなくなっちゃうんですけど、まあ今後もですね。今カラスがちょっと柿をくわえて飛んでいきましたけどね。ちょっとねこれ YouTube に上げて、またなんかこう音楽のやつとかなんか紹介したりなんだりしたいなと思います。まあ、とりあえず不安な演奏は曲はちゃんと入ってますし、それなりに楽しんでぜひ聴いてください。じゃあ終わりです。